アインシュタインロマンは1991年の4月から12月にかけて NHK スペシャル枠で放送された物理学者アルベルト・アインシュタインをテーマにしたドキュメンタリー番組全8回世界的動画作家ミヒャエル・エンデをプレゼンターに迎え主にアインシュタインの生涯と業績を紹介しつつ進行しながらも単なるアインシュタインの電気番組にとどまらず 哲学、宗教観から文明論にまで踏み込み、アインシュタインが世界に与えた影響と功罪を考察。アインシュタインの風貌を真似た文楽人形や当時としては最新技術だったモーションコントロールカメラを使用した CG などを用いて難解な理論をわかりやすく紹介したり、風刺の効いたドラマ仕立てで現代文明への継承を鳴らすなど、科学、 共用番組の枠を超えた演出が話題を呼んだ。演出面での斬新さだけではなく、その土台となる関連資料の綿密な分析をもとに制作されている番組でもある。使用されているアインシュタイン直筆の手紙や論文総工などの各種資料はエルサレムのヘブライ大学に保存されているアインシュタインアーカイブのもので NHK がテレビ局としては史上初めてとなる。 全資料の自由使用権を獲得して実現した。プレゼンターのミハイル・エンでは、科学に支配された20世紀文明は、砂漠のようになってしまったと主張し、アインシュタインの偉大な業績は認めつつも、番組を通して、アインシュタインに代表される、唯物論的で人間性を度外視した科学を鋭く批判している。一方で、相対性理論の理解において、重要な 同時性について、理解を間違ったまま作中のストーリーを作成し、初回放映時は間違った説明を放映、再放送でも部分的な手直しで済ませるなどといった、科学の枠を超えた演出という問題点も指摘されている。番組内では、アインシュタインの名前の発音をアルバート・アインシュタインで統一している。特集その時、舞台裏では、合成。 CG 技術の進化に迫る NHK アーカイブス。ありがとうございます。